昨日 OK。 じゃあちょっと通報しとくわ。そういうの打たないの、炎さん。そういうの打たないの。徹底的に自分を追い込むタイプですよね。いやー、でも寝てるからね。目鼻立ちもすごい綺麗だよ。ありがとう。おられちゃうのかな、彼女にね。プロテイン飲まない方がいい理由、なんか太るって言ってたね。あ、ありがとうございます。おられちゃう。匿名さん、ありがとう。わらわら、ショート似合うねって、ありがとうございます。そう、今はね、チョコレートがいいんだよ。トレーニング始めたら止めるの勇気いる。止めるの勇気いるってどういうこと。あ、匿名さん、ありがとう。チョコレート、人生疲れた。どうした、どうした、どうしたの。相談乗るよ。私も疲れてるよ、人生に。鼻が高いからおられやすい、気をつけて。 やばいと思うよ、かなり。プロテイン飲んでも何もしなかったら太る。それだけ運動してるよ。今日だって縄跳びやったし、3分間、まあ休んじゃったけど。タヌキです。あ、猫叩いてバンなっちゃったんだね。あと、モンちゃんに対してのディスト。甘くしてないプロテインは太らない。あー、でも甘いかもしんない、私飲んでるやつ。よっさんの通常放送だった。違うのは運営との間の疑惑を問いただしたところだけ。3分きついよね。15分じゃない、15号さん。 3分きついよね。うん。あ、組長さんは出れないです。チャンピオンクラスのパンチじゃないか、折れないか大丈夫。筋トレ前と後に飲むといいよ。でもあれだよね、プロテインってずっと飲まなきゃいけないんでしょ。運動の時だけでいいの。体力ついてるのは自覚できる。うん。池上とのスパーリングは、まあ腕がなんか悔しいよね。腕が上がんないの、体力あるのに。これ何、教えてください。体力あるのに腕が上がんないの、こっち。うわー、上がれー上がれーって感じでやってた。うん、上がんないんだよね、こっちが。なんでだろう、ガチガチ今、筋肉痛。体力あるのに腕が上がらない。縄跳びもそう、できるんだけど足が上がらない。どうして。あ、コンビニのやつはやめた方がいいね。じゃあグローブ、まあわかんない、明日ちょっと聞いてみる。明日行けるタイミングあるから、でもジムに。あー、匿名さん、ありがとうございます。ナイス。重くてっていうか、ふくらはぎが痛くて。めっちゃ痛い、うん、筋肉あるんだ。腕が上がらないのは肩の三角筋が弱いから。足短い、足っていうか膝小僧から下だからね。拳ずっと握ってる。あ、そうかもしんない。
こうやってやんなきゃいけないね。パンチするときだけ。ずっと握ってたね。何時間配信してる？まあリスワン撮りたいからずっと配信しないといけない。2万、いや3万目指す。でも3万いかないな、1000人いかない限りは。樽みたいな体型してないよ今は。左肩の筋肉をつけないといけない。うーん、疲れが取れないんだよね。乳酸がたまると動かなくなる。何乳酸って。いい意味でありがとう。圭之介さんは原田さんとやるんだって。今61キロ、161センチ、61キロです。あと3キロ、4キロか。寒い。寒いよ。私タバコ吸わない。疲労物質だよ。何キロ落ちたの？3キロ。右乳と圭之介さんって人も試合。あ、それは分かんない。それは分からん。そう、目が腫れちゃった。それは分からん。そう、筋肉あるんだよね今はね。ボクシングルール、いや、なんか鶴の神さんがやらないって言ったのちょっとびっくりした私。鶴の神さんが急にね、やりませんって。汗かいたままずっと外にいる。イベント滑るだろうね、さすがにぐだりすぎる。まあ、正直原田さんの対戦相手が降りた時点でなえるよね。ただ圭之介さんが入ってくれて、で秋人さんとルナさん YouTuber のが、まあ、協力してくれてる。だもしね、なんだっけ、誰だっけ、名前が出てこない、あのボクサーの人、嫁さんとセレブの、あの2人を呼べるんだったらやばい。コンビニ弁当は今一切食べてない。朝はバナナとプロテイン、夜は肉、牛タンとあと赤身の肉しか食べてない。確かにコンビニのお弁当食べたね。今はもうお肉だけ、あの白いご飯食べてない一切。あ、愛香さんありがとう。あ、背中痛い。お尻尾行きたい。お尻尾どうしよう。トイレどこにあるんだろう。コンビニってさ、貸してくれないんだよねトイレ。ヒカルさんがセージムカつくから試合したいって言ってた。あ、ヒカル強いと思う。あの人性格あれだけどやっぱかっこいいよね。見せ方うまいよね。感動したもん私捨て頃の時。すげえなーって。やっぱ見せ方うまいし、スポーツも万能だよね。私はね、ヒカルとテルチャンピンやってほしい。ヒカルとテルチャンピン。
なんで原田さんを叩くんだろうね。頑張ってるじゃん原田さん。うん、米抜いてますよ。今脱ぎたいわ。ヒカルはすごい。なんだかんだ勝っちゃうし。なんか YouTube とか芸能活動の方が人気出そうだよね、ヒカルはね。どうしても配信会だとさ、巻き込まれたり流されちゃいそう、悪い人たちに。